どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は久々登場スマップです。ちょっと解散してしまいましたけど、青い稲妻、この曲をやってみようと思います。はい、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル初心者向け簡単バージョン、後半はですね、これもう踊れるやつですから、16ビートで、チャキチャキのキレッキレの16ビートで、かっこいいバージョン、やりたいと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、いつも歌う曲、カラオケとかでね、CD 聴いてる曲を、自分で楽器を弾いて、一緒に歌う。この弾き語りっていうのがものすごいいいんでございましてね、弾き語りってほんと楽しいんで、ぜひ皆さん体験してもらいたい、始めてもらいたいと思います。ギターでピアノでやってって方も、このウクレレっていう楽器でやるとまた全然世界観違うので、ぜひおすすめです。ウクレレがいいのはですね、まずちっちゃいから、いつでもどこでも触れて持ち運びもいい。あと弦が4本しかないで簡単なんです、簡単。簡単とはいえね、奥もものすごく深いんでね、奥もものすごく深い。だからもうずーっと続けていかれる人生のパートナーになりますから、ぜひこれを機に始めてください。そしてね、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ弾いてるだけで、どんどん音楽ができるようになります。楽しめるようになるっていうことかな。はい、音楽はね、聞くよりやる方が楽しいんで、これ間違いないです。で、もうちょっとしたらここにリンクはあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、そのね、動画の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ今私弾けちゃってんじゃない？なりますから。楽しみですね。じゃあ、初心者レッスンここ行ってらっしゃい。はい、ここです。クリック！いってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしてるレッスン動画として700曲ぐらい上がってますからね。最新 J-POP から夏メロから定番曲、J-POP の洋楽、ハワイアン、映画音楽、演歌まである。もうありとあらゆるもの日々こうウクレレ簡単にしております。ぜひ皆さんの好きな曲あると思います。探してください。で、さっきのリンク先の下の方に行くとジャンルボックスとか検索できるようになってるんで、まだまだきっとあると思いますよ。皆さんの好きな曲、楽しく音楽やっていきましょう。じゃあ早速青い稲妻シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1。青い稲妻が僕を攻める、炎体焼き尽くす、上冷たい君の素肌がいつも心狂わせる、惑わせて You're my girl、yeah.妻が僕を責める、炎体焼き尽くす、月冷たい君の素肌がいつも心狂わせる、惑わせて I miss you 稲妻が僕を責める、炎体焼き尽くす、冷たい君の素肌がいつも心狂わせる、惑わせて You're my girl パリ、yeah.Yeah.
せーの、じゃじゃん。はい、青い稲妻ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この長さはYouTube で、ね、テレビ番組に出た時のこの長さをちょっと軸にしてショートカットバージョンになっておりますんで、ご参考にしてください。で、動画のテロップと一緒に演奏するのバッチリなんですけど、それができるようになったらノートに書くのがおすすめです。それを見ながら自分だけで打ってみる。やってみてください。その時の参考になるように、私のノートを見せたいと思います。いつものように下に書いてあるのは、これからかっこいいバージョンのコードで、ここに矢印とか書いてありますが、後は解説します。今のは全部上の段ですね。はい。じゃあ、ここサビですね。で、ちょっとここ分かりづらいんですけど、間奏がちょっと長めなんですけど、これちょっとちっちゃいんですけどね、テロップとちょっと見合わせながらやってください。で、ここが最後繰り返す時の1番の歌詞と2番の歌詞っていうことになってますんで、まあ一応ちょっと参考程度に見といてください。あのテロップを見ていただくとこの意味が分かると思います。で、ここが A メロですね。はい、一時停止で。あ、こっちも一時停止してね。はい。いいですか？はい、じゃあ A メロ、どうぞ。ちょっと歌い回しがね、うん。メロディーとかもちょっとこう、こういうふうに私はこう覚えやすいようにこの線を書いたり点を書いたりタイミングを測っています。はい。参考になればということ。じゃあこれ B メロですね。ここにダッダーとか書いてある、この辺もね、後で解説します。決めですね、ここもね。はい。こんな感じになっております。はい、じゃあ出てくるコードを解説しましょう。これはあの後半のかっこいいバージョン出てくる。まず今やったシンプル簡単バージョンはこのコードです。ちょっと8個で多いかなと思うんですけど、ちょっと言ってみましょうか。C、A マイナー、A7、F ですね。D マイナー、G7、E7、Em7。この8個で今のシンプル簡単バージョンはやりました。この8個のコードなんですけど、入門コードです、すべて。はい。初めて見た方もいらっしゃるでしょう。はい。これです。ガズレレ必須コードという8個のコードのグループの中ほぼ入っているということでございまして。このガズレレ必須コードっていうのは、8個の入門コード、基礎コードです。で、コードっていうのは本当に星の数ほどあるんですけど、全部覚えようと思っても、まあ、そもそも無理なほどあるんですよね。じゃあどうしましょうかということで、皆さん、ウクレレで音楽に出会った方は、このウクレレにとって、ものすごく便利なコードのグループが、このガズレレ必須コードです。8個あります。この8個覚えちゃうと、かなりの割合で世の中の音楽が奏でられます。はい。ウクレレにとってすごく都合がいいってことですからね。はい。なんで、まず初心者の方は、この8個のコードを最優先で覚えてください。そういう意味で必須って書いてあります。この8個の動画を、動画じゃねえや。この8個のコードを、この私が、親切丁寧にわかりやすく、頭にスッと入れるようにを、撮った動画がありましてですね。すごくよくできた動画です。ここにリンク貼っておきます。ここで、この8個のコードは完全マスターおすすめします。まずこれを覚えましょう。はい。で、なので今日はコードの解説はその動画で見てもらうとして、どんどん進めていきたいと思います。じゃあ、こっから、かっこいいバージョン。今のはそれで4つ引きで、こう、心込めて弾いたというのがシンプル簡単バージョン。こっから、かっこいいバージョンに入っていきます。はい。先ほどからも言っておるように、ちょっとコードが増えますね。ですね、見てみましょう。まず、C7 というコードと、E7 サス4というコードと、F、メジャー7。大文字の M はメジャーです。小文字の M はマイナー。はい。まず C7 からやってみましょうか。C7 は簡単です。押さえましょう。ここ1個ですね。これ簡単ですね。はい。サビで出てきます。これ。はい。C7。これは簡単。はい。次、この辺からね。はい。ここです。E7 サス4っていうのは、よくサス4って出てくるんですけど、この元々の E7 と E7 サス4、これ、この元々のサス4ついてないのとついてるのと行ったり来たりするのがいいんですよ。これもサビで出てくるんですけど、ちょっとやってみましょう。E7 サス4を押さえる場所はですね、いいですか？ここと、ここと、ここの3つです。ここと、ここと、ここね。それだから、こういう感じで押さえるから。はい。で、ちなみに E7 っていうコードは、ここと、ここと、ここなんですよ。つまり、こことここが動くだけなんですよ。ここは押さえたまんまで、ここなのか、ここ。これが E7 サス4で E7 です。ちょっとサビやってみましょうか。青い稲妻が僕を攻める。たったこれだけです。これ。E7 サス4ね。はい。じゃあ次、今日一番ちょっと難儀するコードは F メジャー7かと思うんです。これなんですけど、このコードはね、サビのここのところのF のところで、使おうと思うんですが、難しかったら普通の F でも全然大丈夫です。より、なんていうかな、悲しげが増すというか、エモーショナルな感じにの F の響きになります。押さえる場所がちょっと面白くて、ここの5フレットの3弦と4弦の、ここの2箇所です、ここ。こうですね。はい。なんとも言えない切ない響き。これが F メジャー7です。F メジャー7。で、次 A マイナーっていうコードなんで、この人差し指を上げとくのがポイントなんですよ。その次のコード A マイナーなんで、すぐこう、なんかいける、いきやすい。
F とかにも行きやすい。なので、この二つの指で押さえるのが結構効率がいいかなと思いますけど、まあ別にこれでもいいですよ。間に合えばね。はい。私はこうやって押さえてます。はい。中指と薬指で。これでももちろんいいです。まあでもこれが、今から覚える人はこれで覚えるといいと思います。この3つが追加されますと。はい。コードは追加されたんですけど、いや、要はですね、やっぱり、かっこいいバージョンの肝になるというのはですね、リズムなんですよ。ビート。今回リズムはですね、16ビートのチャというリズムで行ってみようと思います。ちょっとどんなリズムか、C を押さえて弾いてみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。この基本にリズムにこれに行こうと、これは踊れるやつです。じゃんじゃんじゃかじゃかじゃじゃんじゃんじゃじゃかじゃかじゃんじゃかじゃ、こんな感じでございます。とまず16ビートの基本的な解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページ、その中から16ビートのチャという動画で練習していただきたいんですけれども、16ビートっていうのはね、皆さん見てるよりもすごく難しいんですよね。奥が深い。でまず8ビートっていう基本のリズムが弾けてないとできないので、今からやる方は8ビートから練習していてください。8ビートって言ったら、ジャン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 、それができるようになったら8ビートのチャ、ジャンチャチャンチャチャ、これができるようになって初めて16ビートのチャに向かっていけるんで、その今のリンク先のところから8ビート8ビートのチャ、16ビート16ビートのチャっていう、こう階段を登るような感じで進めていくのがいいと思います。はい。まあ、ちょっとね、ゆったりやってみてください。で今回はですね、ちょっといろいろありまして、ここまずちょっと見てください。ここね、F メジャー7やって E7 誘うから E7 でしょ。ここのところに矢印が書いてあるんですよ。で、ここにも C から C7 の間に矢印が書いてある。この矢印、これですね。動画内のテロップではこのマークを表記しておきます。これはですね、リズムが前にドーンと入ってくる、シンコペーションというリズムです。ちょっとね、やってみましょう。サビのところからちょっとこのシンコペーションマークを確認する意味、ゆっくりやってみます。ワン、ツー。青い稲妻が僕を攻める、ルで攻める、 E7 誘うからボンって、ここも矢印、攻める、この体焼き尽くす、ここトンダスタン、ちょっとリズムが前に食い込んでるでしょ。デンデンステデッダンと C7 はデンステデッダン、これが16ビートのシンコペーションのリズムです。ちょっと早めでやってみましょう。ワン、ツー。青い稲妻が僕を攻める、この体焼き尽くす、こんな感じです。ちょっと難しい。で、これはですね、結構レベルが高いと思うんで、ちょっとシンコペーション難しいという方は普通のシンコペーションじゃない、稲妻が僕を攻める、この体焼き尽くす、これでもひとまずやっといてください。とにかくリズムをこう崩さない、このノリの中でこう進んでいく、この辺がキーポイントになりますね。ちょっとこれ難易度高いですよ。16ビートのチャ、しかもシンコペーション入り、はい、このマークね、矢印マーク注目しておいてください。そしてね、キメがちょっとずつ入ってきますね。ここ窓は設定 G7 でダッダーとか書いてありますね。わかりやすい、このテロップに書いておきます。あとこれと似たようなところ、 B メロの最後のところで、ここもダッダーですね。この部屋を出るよ、だった。テロップでも書いておきますんで、この辺は動画のテロップを見ながらやってみましょう。やっぱこうリズムに体を委ねて、こうね、グルーブとこの歌詞を一緒に混ぜる。これが楽しいところですから。はい。ちょっと難易度高めだと思うんですけれども、気持ちを込めて、ガズレレレかっこいいバージョン、青い稲妻、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。青い稲妻が僕を責める。この体焼き尽くす、冷たい君の素肌がいつも心を震わせる、惑わせて You're my girl、 yeah, yeah, yeah. Party, party, yeah, yeah, yeah. Party, party.
責める、この体焼き尽くすでちゅ冷たい君の素肌がいつもことを狂わせる、惑わせて愛す稲妻が僕を責める、この体焼き尽くすでちゅ冷たい君の素肌がいつもことを狂わせる、You're my girl, yeah, yeah, yeah. Body, body, hey, yeah, yeah. Body, body, yeah, yeah, yeah. Body, body.青い稲妻、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。16ビートでこうシャキッとこうキレと、こう滑らかさとキレと、この言葉のね、このリンクがまた交わった時がこれまた気持ちがいいでございます。やっぱこれ切ないサビがね、なんともいいですね。青い稲妻。なんかこう、はい、素敵な曲でした。皆さんもぜひご自分のできる弾き方でいいと思いますんでね、とにかくこう、感情を込めて。音楽楽しみましょう。ありがとうございました。ガズレレはいろいろなことやってます。この後ちょっとご案内動画、載せますんで、お時間ある方はご覧になってください。もうね、音楽やりましょう、皆さん。楽しいね。はい。楽しいと思った方はどんどん教えてあげてくださいね。よろしくお願いします。では、ありがとうございました。ご案内動画、どうぞ。はい。そういうわけで、じゃあ、ガズレレホームページ、ドーン!ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページには、いろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドーン!6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は、奈良に行きます。はい、この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやってテーマを設けて何かに向かってみんなでやったりで、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サインがありますので、もしご予定あったら6月15、16、イレンちゃんでディープに行きましょう。沖縄那覇、よろしくお願いします。はい。で、あと、東京都内ではこちらがあります。どーん、千人ガズレレ、あっと、代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めて、みんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼間でございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いております。いいブログ書いてますから、はい。で、リッドミュージックの100曲入りの歌本も今予約開始、5月30日発売です。皆さん盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。